フジテレビアナウンサーの内田玲奈です。今日は私のコーディネートを紹介します。いろいろなお洋服を持ってきたんですが、身長は161センチです。体格なんですけど、私上半身はあんまりお肉がつかなくて、割と薄いというか、下半身がかなりお肉がつきやすくて、お尻とかボリューミーなので、よく選ぶものとしては、今着ているこういうストーンとした A ラインみたいな、このワンピースとかもそうなんですけど、 A ラインっぽくなっているお洋服だったり、鎖骨をきれいに見せて下は隠すみたいなものを選ぶことが多いです。ウエストがキュッとしていて、そのままストーンとしているようなアイラインとかのシルエットも結構好きで、よく買います。今日はこういった洋服を使ったコーディネートをご紹介していきます。こちらが私の通勤お仕事コーディネートです。ブラウスにタイトめのアイラインのスカートを合わせていて、結構かっちり見えるかなと思って、通勤の時などによく着ています。このスカートはここと、あとこの横にパイピングの線が入ってるので、スタイルをこうちょっとシュッと見せてくれる効果が、ストレッチ素材なんですよこのスカート。あと後ろにスリットが入ってるんですよね、膝のあたりまで。かなり体にフィットはするんですけど、歩きやすいっていうところがポイントで、ブラウス淡めの黄色なので、顔色をちょっと明るく見せてくれる効果もあって、ここにボタンがあって長袖として着られるんですけど、まくし上げてこれをかぶせるとベルスリーブみたいな感じで、こういう風にシルエットがまた変わるので、少し暑い日と少し肌寒い日で袖の長さを変えられるというところもポイントです。出勤バッグです。手にもかけられるんですけど、肩でも背負えるのでとっても便利です。荷物が多い時とかこうやって歩いてます。ちょっと小ぶりでパールがついてるような、わかりますかね、さりげなくつけたりしています。カバンを変えて、その後に食事会とかっていう時はちょっとおしゃれ上品バッグです。すごい柄が可愛くて、いろんなお洋服に合わせやすいので気に入ってます。これでお食事会にそのまま行けたりもするので、かなり万能なコーディネートかなというふうに思ってます。これが私のご近所コーデです。さっきのスカートを着回しました。で、上はシンプルな白 T シャツを着ています。で、足元はスポーツサンダルです。このスポーツサンダルがとにかく好きで、もう365日これでもいいぐらい気に入ってるんですけど、どれだけ歩いても足が疲れにくいっていうのと、あとちょっとヒールもかかとも高くなってるので、ちょっと足長効果がありそうなスポーツサンダルです。色はシンプルな黒なんですけど、ここにちょっとキラキラした素材がついていて、シンプルなコーディネートでもちょっと可愛く見せてくれる、そんなサンダルです。白 T シャツは私今まで実はあんまり持っていなくて、ブラウスとかそういうちょっとカッチリしたものが好きだったんですけど、コロナ禍でここ数年カジュアル路線にこう意識がシフトして、家で洗えるものをよく買うようになりました。今年買ったんですけど、めちゃくちゃ使ってます。汚してもすぐ家で洗えるので便利ですね。今までなんで買わなかったんだろうっていうくらい。こんなご近所スタイルに合わせるカバンといえば買い物バッグです。こういう感じですごいラフに近所に買い物に出かけてます。これカバンにビーチって書いてあるんですけど、宮古島で買いました。宮古島で買ったのを、これから秋冬になりますけど、冬も使っていこうかなって思ってます。で、これはワッペンっていうんですか、ブローチみたいなのを自分でつけました。ちょっと可愛くしてます。でもこれ歩くと腕にこうこの星が刺さってちょっと痛いみたいな時があるんですけど、位置付け替えようかなって思いながらも、ちょっと目立つところに星をつけてます。バッと開いて荷物いっぱい入れて、そのまま肩にバッと背負えるので、利便性ですね。利便性がとにかく優れていて、日々スーパーに行く時とかに使ってます。だいたい近所に行く時はすっぴんで家を出ることも多いので、帽子かぶって出かけたりします。こういう感じで
まあ、すっぴんの時でもマスクして帽子かぶっちゃうとここしか見えないみたいな感じになるので、近所に行く時はこの帽子かぶって行ったりすることも多いです。やっぱりメイクをしていて帽子をかぶるとファンデーションがどうしてもついてしまうことがあるんですけど、ここにテープを貼っていて、このテープ部分が汚れるとまたテープを貼り替えることができるので、常にこう汚れてもここをきれいに変えることができるのでおすすめです。結構帽子好きの人はこれ貼ってる人多いんじゃないですかね。とっても重宝してます。レース素材のバケットハット買いました。レースなのですごい涼しげな感じで、ちょっとバケットハットって少年っぽさがあるんですけど、レース素材なので女性らしさも出してくれるっていうような帽子です。またちょっと雰囲気が変わるんですけど、日よけもできて日差しが強い日とかにおすすめです。少し肌寒いなっていう時、Gジャンを肩掛けして出かけたりとか、まあ、もちろん着てもいいんですけど、着ると少しショート丈なのでこういうウエストハイウエストのスカートと相性が良くて、こんな感じになります。黒白大好きでよく買っちゃいますね。そしてちょっと大人っぽくしたいなという時はロングカーディガン、秋とかによく活用するカーディガンなんですけど、こんな感じでちょっと深めの赤いカーディガンを羽織ったりするとまた雰囲気が変わって大人な感じになります。これが私の取材着です。ノーカラーの白いジャケットに黒のパンツを合わせています。足元はヒールが低めの歩きやすい靴、ちょっとこう足に馴染む、走れるような、これかなり走っても大丈夫なぐらい柔らかい靴なんですけど、これ結構取材で履いてるのでボロボロなんですけど、ちょっとリアルなものを持ってきました。でこの白のジャケットは本当に万能で、夏でも冬でも着られますし、ちょっと寒くなってきた時期は中をタートルネックに変えて、厚手のタートルにこの白いジャケットを羽織ってフィギュアの現場の取材に行ったりしています。結構前に買ったんですけど、この白いジャケットは。でも未だにずっと着られるなっていう感じなので、一着持っとくと白のノーカラーは便利かなと思います。中はベーシックに白合わせてますけど、例えば対談企画映る用のインタビューを撮りますっていう時は少し色を入れて、水色だったり薄めのオレンジとかを入れて顔を周りを明るく見せたりっていうのもしてます。取材の時はカバンを持つこともあるんですけど、ノートだけ片手に持って歩き回ってることが多いです。ここにペンを挿してノートを一冊小脇に抱えていろんなところに行ってますね。ノートとかあとバインダーですね。資料が多くなるときは大きいバインダーを持っていろんなものを挟みながらバインダー一冊持って移動できるようにしてるんですけど、こういうコンパクトなノート一冊とペンっていうのが取材の時の基本的なスタイルです。アクセサリーは取材の時はあんまりつけなくて、つけないかつけてもシンプルなものをつけることが多いんですけど、まあ今日本当にシンプルすぎちゃうなと思ったのでネックレスだけつけました。これは30歳の記念に自分で自分に買ったネックレスなんですけど、ネックレスの名前が縁、人との縁の縁っていう意味で、それのフランス語のリアンっていう意味なんですけど、なんかこれからの30代のご縁を大事に生きていけたらいいなって思って30歳記念に買いました。バッテンになってるのが縁と縁をこう結ぶ、つなぐみたいな意味合いが込められたネックレスを使ってます。パンツは今は夏用、今の時期用のこの動きやすいストレッチの効くズボンを履いてるんですが、秋冬になったらもう少し厚手の防寒命っていう、特にフィギュアの取材なんかは本当にスケートリンク寒いので中にタイツを仕込んで、その上に冬用のパンツを履いて、さらにモコモコのこの辺まであるブーツを履いて、それでも寒かったら足用の北海道を入れてっていうような防寒対策をしています。取材着でした。
ちらはバカンスコーディネートです。ふわふわの夏休みらしいこのワンピース、そしてこの鮮やかな水色が気に入っています。この辺がずっとソーレースになってるんですよね。でちょっとここでこうなっていて、ここがキュッてなってて、シルエットがとっても可愛いんです。でこのシフォン素材がちょっと風とか吹くとふわーってなるので、バカンスっぽいかなと思って、よくあのドライブ出かける時とか夏休みにお出かけする時とかに着ています。スタイリストさんから結構肌の色と薄いブルーがすごく合ってるって言ってもらったことがあって、透明感があるように見えるよっていうことを言われてから、こういうブルーもよく選んでます。顔つりがいいかなと思って選んでます。私あのノースリーブの洋服がすごく好きで、ノースリーブでここら辺は出てるんですけど、ここでこう一回キュッてなって、そこからフレアっていう、こういうシルエットの洋服がとっても好きです。ここで一回締めることによってスタイルアップして見えますし、足はなるべく隠したいので、こういうふんわりしたものでシルエットわからなくしたいなと思ってます。鎖骨の形が綺麗って言ってもらうことが多くて、この鎖骨が人よりこうゴツゴツ出てる分、鎖骨を出したコーディネートの方が首元綺麗に見えて、首長く見えて、なんか全体的なバランスが良くなるよっていう風に言われて、鎖骨が出る服も好きです。なんかこう露出が高くなるっていうわけじゃなくって、こう首元を綺麗に見せるぐらいの露出度っていうお洋服が好きです。バカンスコーデということで、耳もあのちょっと華やかにイヤーカフをつけてます。イヤーカフを重ね付けしていて、パールのものとかちょっとこうキラッとするようなものをつけていて、こっちもパールが並んでいるものとか、お休みの時ここぞという遊びに出かける時につけて左右変えたりして遊んでます。足元もそのまま海に行ったりもできそうな、リゾート地でも履けそうなサンダル。上に合わせるバッグはやっぱり夏休みだったりお出かけ中はもう歩きやすさが命なので、肩掛けして両手は手ぶらで行きます。これあのロゴが入ってるんですけど、ポイントにもなって、ちょうどいいサイズで貴重品とかだけここに入れて、いろんなところに行っていろんなものを買っても両手が空いてるので、水辺とかに行ってもすぐ手拭けたり手洗えたりするので、なるべく身軽で行きたいなっていう時にこういうカバンを使ってます。これ結構あの女友達から、このカバン可愛いって言ってもらうことが多くて嬉しいです。旅行先で風が強い時だったり、何かご飯を食べに行く時だったりは髪の毛を結ぶことも多いです。すごく柔らかいゴムでデザインが可愛いなと思って買いました。本当に軽く結ぶだけでもまた雰囲気が変わるので、こういう感じでポニーテールにしています。バカンスってなると派手な色がいつもより着たくなるので、真っ赤とかこういう綺麗なパステルブルーとか夏休みはよく着ています。開放的な場所に行くときは鮮やかな色のお洋服の方が青空とかにマッチするのかなと思うので、お休みの時はこういう洋服着てますね。最後までご覧いただきありがとうございます。藤アナチャンネルでは今後も様々な動画を配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンをぜひよろしくお願いします。